今日は2022年7月3日。いやー、まずは暑い。この1週間ずっと真夏日というか猛暑日か、35度を超える気温が続く、9日連続猛暑日で過去最長記録を更新するという、なんとも恐ろしい現実に直面していますと言った中で、さらに恐ろしいことに、au がものすごい通信障害を起こしてしまったというので、昨日から今日にかけてずっとつながりが悪いということで、自分もまさしくその影響を受けている真っ最中ではあります。まあそれも一応、西日本はこの音声を録音している時点で一応復旧完了というふうなニュース記事は出ており、で東日本については間もなく復旧が完了する見込みであるといったようなニュースが出てはいます。これがアップされる頃には全面復旧しているんじゃないかというふうには思いますが、まあ自分が受けた影響というのが、まさしくちょうど UQ モバイルを契約しようかなっていうことで先週からずっと考えていたんですけれども、まあ6月中に乗り換えてしまいたいなと思って、で6月29日ですねにお店に行って乗り換えようってしたんですけれども、まあその時お店の方から、週末とかどうですか、もし週末にいらっしゃることができるんであればもう少しいいキャンペーンがやってるかもしれませんよみたいな、まあ、そんな営業トークにつかまり、おそらく実際のところは6月ではなくて7月の契約にして、まあ、7月の実績として、まあ、その契約数を稼ぎたかったのかなという思惑が営業トークの後ろには見え隠れはしてたんですけれども、まあ、こちらもそんなにまあお得になるならいっかと思って、じゃあ週末にまた改めますねっていうので名刺をもらったり、まあその時点での見積書みたいのを出してもらって、これと同じ条件で間違いなく週末であったとしてもこの今の価格と同じもので提供しますよというふうなものをもらったり、あちなみにそう、リノー 7A を MNP で契約することで、端末代金が 12,800円になるよと、まあ、そんなキャンペーンがビッグカメラ系列でやっていたので、それに乗っかってみようと思っていたんですけれども、まあそしたらこのまさかの土曜日の深夜0時、金曜から土曜にかけて変わる段階で、まあそういった障害が発生して、でそのニュースがまあ夜中の2時とか、まあ4時とか6時とか、そういったニュースがスマホに通知来てんなというふうには思いながら、で土曜の朝起きて、ああこんなこと起きてんだ、まあでもそのうち治るでしょって思っていたら、まさかの土曜いっぱいかかっても復旧せず、日曜になって夕方になってもまだ完全復旧に至らないという、まあ、おそらく過去最大級の通信障害になってしまったというのがありますね。なので自分も契約しようと思っていたそのお店の方から、ちょっと今こういう状況なんで来ていただいても契約ができませんというのが、まず土曜に連絡があって、で多分日曜日になったら大丈夫だと思うんでみたいな土曜の時点では話してたんですけれども、結局日曜になっても状況が変わらず、なのでまた電話来て、ちょっと今日も無理そうですと。で土日週末のキャンペーンっていうのがあるよという話をしていたんだけど、まあ仮に平日であっても、例えばまあポイント還元増やしますよとか、そういったお得な提案をさせていただくので、まあぜひ契約にいらしてくださいといったふうな営業電話はあったんですが、まあね、さすがにその時考えていたのが、自分の手持ちの回線というのが今いくつかあって、
で、その au 系で言えばポボと UQ モバイルと、でソフトバンク系で言えば、まあ、ソフトバンクのキャリアの回線と Y モバイルの回線、あとは楽天モバイルの回線っていうので持っていたんですが、まあそれらをもう UQ にまとめちまおうかなっていうんで、楽天モバイルの回線だったものを UQ に移したり、ソフトバンクの回線を UQ に移したり、でその上でさらに、まあ、割引になるように au 電気にも入って契約をしちゃおうかということを考えていたんですけれども、まあこの現状を見るとそれはちょっと待てよと思わざるを得ない。まあ、もし6月29日にそういうふうな乗り換えをしていたとしたら、まあ連絡がよりつきにくくなっていたであろうということを考えると、まあそういったいわゆる家とのセット割みたいな、そういった形で安くなるようだからみんなまとめちゃえばすごいお得ですよというのは、まあ確かにその通りなんだけれども、もし今回のような障害が発生した時にはまあ全ての煽りを食らってしまうというふうに思うと、やはり分散していくつかのキャリアで持った方がいいのかなというのを改めて強くこう感じた出来事であり、まあそれがゆえに一旦契約を UQ にまとめるというのもちょっと見直そうかなと。でじゃあ何に見直すのかというと、今考えているのが、よくよく考えるとドコモ系の回線今持ってないなというのに気づきまして、まあ au 系とソフトバンク系というので一応2系と思ってはいるものの、ドコモ系、まああと楽天モバイルですね、まあ、楽天モバイルの一部はまあ au に片足突っ込んでる感じなんで微妙かもしれませんが、まあ一応4大キャリアの一つということで言えば、まあ au、 ソフトバンク、楽天と思っていたけど、そういえばドコモの回線っていうのを一つも今持ってないなということに気づいたので、ちょっと IIJ ミオのタイプ D、 まあドコモ系の回線、そちらの方にちょっと移ってみようかなというのを今計画中です。まあそうすればさすがに4大キャリアの2つがダメになるとか3つがダメになるとかいう状況は考えにくいんですけれども、まあ、ただ今回で言えば au がまあ通信障害を起こしたことによって楽天モバイルも影響を受けたという意味では、まあ、若干そうですね、パートナー回線というので状況は違うものの、まあ言ってみれば2つのキャリアでそういった障害の煽りを受けてしまっているということですので、まあそういう意味ではやはり分散して一つずつ持っている、一つずつ持っているというのもまあいいのかなということで今考え直しているところです。まあ考え直すという意味では、家の光の回線が今ソフトバンクなんですけど、まあこれをもう楽天光に変えてしまおうかなとも考えていたんですけれども、まあそこについてはまた後日ちょっと考え直そうかなっていうふうに今いろいろと調べているところです。これもいずれ話ができればと思いますといったところで、まあ突発的な au の通信障害の話題というので、これを触れないわけにもいかんぞという、まあこの動画はある意味自分の日記みたいなもんなんで、まあ、毎週放送するラジオとして見るならば、まあ語らずにはいられない部分ではありましたが、まあ大変でしたでしょうね、システムエンジニアの方々、まあ、自分もその末席に身を置くものとして、まあ考えたくもない恐ろしい2日間だったんだろうなと。寝てますか、寝てくださいっていうふうにちょっと思ってしまう。まあ起きるときは起きるんですよね、システムっていうのは。トラブルは切り離すことは、トラブルが発生しないようにすることは不可能なんでね、まあ無理せず、かといってまあ復旧作業を止めるわけにもいかずという、まあすごいプレッシャーの中ではあるでしょうけれど、ご自愛くださいと。多分そんな方々にこの声は届かないでしょうけれども、語らずにはいられませんでしたといったところで、先週予告していた
シャオミのポコから購入した端末の話、こちらができずに終わってしまうという。またちょっと、別の機会に話ができればと思っております。じゃあまあ今回も、まあ10分程度話ができたかなといったところで一旦終わってみようと思います。また来週。お疲れ様でした。